ミスター、何やってんですかミスター。この船のどこかに何者かが潜んでいる。スタンド攻撃だ。俺以外全員始末して俺にゲロさせるつもりだ。ジョルノ・ジョバーナ、なんでお前さんに言おう。はっきりとそんなことがわかる。さっきからずっとあの辺りをナランチャを探して飛んでいるんです。なんだこいつの能力は。敵の能力の謎を見極めない限り迂闊に近づいたらやられるってことか。おい、ヤバッキよ、お前こんな時につまらねえことにこだわってんじゃねえだろうな。臆病な想像だけで見たわけでもないのにな。アバッキオ、何言ってんだお前。謎を解けるんですね。ジョルノ・ジョバーナ、こいつクレイジーな野郎だな。レオーネ・アバッキオは高校を卒業すると警官になった。大丈夫ですか。ちょっとあんた警官じゃろ。やがてアバッキオはこの矛盾に学び始めた。俺がこいつらを逮捕したとしても保釈金を払って出てくるだけだ。ダメだ、逮捕する。なあ、よく考えなよ。いでよくそ死ぬ。彼は汚職警官として罰を受けただけでなく、このスタンドはゴールドエクスペリエンスで防御しろ。随分クレイジーなことをやるやつだぜ、ジョルノ・ジョバーナ。ナランチョと敵は床下だ。スティッキーフィンガーズ。どこを移動してくるんだ。敵はどうやってどこに隠れているんだ。ムーディーブルース。そしてどこまでも追跡する。そろそろだ。この傷から空気が漏れてしぼんでいっている。靴とかベルトのバックルまでも。でも脈は打っている。敵の能力の正体は解けたな。あとはこのまま追跡して野郎の近くにいたらお前のジッパーで床を切開して叩け。移動のスピードはゆっくりになっているぞ。野郎はさっきそこに潜んでいたんだ。敵はどこだアバキオ。お前のムーディーブルースはどこにいる。バカな、確かに位置はここなのに。パイプの壁の音だ。姿は見えねえがムーディーブルースは確かにこの下にいる。来るぞ。アバッキュア。何、部屋にもいない。排水パイプもだ。アバッキュア、あいつらをどこに隠している。貴様。待て、ありがたく思え。殺して海に捨てることもできたんだ。なんかおめえ分かってねえな。金はどこに隠してあるんだ。一人ばっかり。やってよ、てめえが引きずり出されなきゃな。お前がどこに潜んでいるのか、どうやって見分けるのか。アバッキオの血だぜ。もうバレたんだ。溺れんのが嫌ならよ、出てくることだな。ヨットの上にもう一隻のヨットを薄っぺらにかぶせて隠れていたんだ。てめえの命も取る。顔についてんのそれゴミかな、それとも海藻の切れっぽしかな。それぐらい答えろよなてめえ。ブローのブチャラティたちは間もなくポルポの隠し金。ブチャラティ、そろそろ上陸のコースに進路を取りましょう。俺さ、さっきから気になっているようだが、俺のじゃない。だからこれを使うんだ。どっちか選ぶグレーも答えるの嫌か。お地獄。もう片方の目の心配もしていた方がいいな。ズッケーロさんよ。
おめえにも俺のスタンドは見せるつもりはねえ。後ろ向いてな。